はい、どうもこんにちは、ボビーです。今日はですね、意外と知らない、さんずいのですね、上手に書く方法なんですけども、さんずいって、かなり簡単じゃないですか。なので、簡単なので、こういうふうにですね、パッパッとこう、書いてしまうんですよね。こういうふうに。で、こういうのはですね、結構もったいないので、今日はですね、このさんずいを、じっくりですね、解説していきながら、綺麗なですね、達筆に見えるようなさんずいの書き方っていうのを、マスターしていただきたいなと思います。業種のパターンとですね、会社のパターン、二つですね、ちょっと特徴がありますので、二つパターンでちょっと書いてみたいと思います。まずですね、こちらにパッとこう書きましたけども、これはですね、何がいけないかというと、やっぱこの3点のですね、バランスなんですよね。バランスがですね、結構適当なので、漢字自体がですね、汚くなってしまうんですよね。で、例えばですね、これにですね、海という字、右のですね、作りが、結構ですね、上手に書けたとしてもですね、左の、辺がですね、ちょっと微妙なので、こういうふうにですね、なんかこう違和感を覚えてしまうんですよね。なので、これをですね、ちょっと踏まえて、ここの書き方、ここにですね、注意しながら、ちょっと見ていってください。まずこれをですね、ちょっとバランスよく書いてみたいなと思います。はい、こんなイメージですね。で、ちょうどですね、ここの、ここにてくださいね、こういうふうに、こう、くの字になるような感じですね。ここが一番ですね、左に突き抜けてます。で、ここのですね、3つのバランスなんですけども、ここのスペースよりもですね、ここのスペースの方を大きく取ります。例えばですね、この3つがですね、同じぐらいの間隔だと、なんかこれもですね、可愛い字になってしまうんですよね、これも。なので、やっぱりですね、大人っぽく、綺麗なですね、美文字に書きたいのであれば、やっぱりこのバランスっていうのをですね、ここをちょっとちっちゃくですね、ここを長く見せた方が、やっぱりですね、こう綺麗に見やすいんですね。では、この右の作りをですね、書いていきたいと思います。はい。これ、海っていう字が来ましたね。結構全体がですね、結構バランスよく並んでるんじゃないかなと思います。なので、肝心なのはですね、やっぱりこっちのですね、さんずいになりますね。さんずいのバランス。ちょっともう一度ですね、ここにさんずいだけ書いてみたいと思います。まずここに点打ちましてですね、ちょっと左側に寄せます。寄せて、点打ちます。で、ここにですね、大きくスペース開けて、ここよりもですね、飛び出ないように、この辺ぐらいから、ずっと書く。で、このですね、羽なんですけども、角度はですね、ちょっと上に行くような感じ。こうですね、こう繋がるような感じですね。こう来ますので。で、これがですね、こうなっちゃうとちょっとおかしいです。こういう風に来てですね、こういう風になっちゃうと、カタカナのシみたいになってしまうので、ちょっと漢字としては認識しにくくなりますので、やっぱりですね、点、点。で、最後のこの点は、上ですね。上に上がる方が、すごくですね、漢字が引き締まってきます。はい、こんな感じですね。で、これですね、書いたのは、行書ですね。行書気味に書いてみました。で、次はですね、楷書のパターンなんですけども、楷書のパターンはですね、どういうふうに書いたらいいかというと、ここのですね、先ほどスペース、ここをですね、短く、ここを長くしましょうと言いましたけども、楷書の場合はですね、ここをですね、結構極端にします。こっちをですね、より狭めます。そうすると、楷書がですね、結構生き生きとしてきます。このくらい短くスペース。で、ここですね、結構開けてですね。で、さっきはシュッとこう上気味に上に上げましたけども、これをですね、少し
倒して、こんな感じ。もうちょっと上でもですね。このくらいですかね。こんな感じに書くとですね、楷書っぽい三髄になります。はい、これですね。なので、ここのバランスですね。三髄が、もう、これはですね、ポイントですね。三髄をどういうふうに書くか。これはですね、行書ですね。これは楷書なので、まあ、どっちかですね、好きな方で、使ってみてください。はい。でですね、今日のポイントをまとめますと、三髄をですね、まあ、上手に見せるコツはですね、ここのですね、バランスですね。ここをですね、やや短く、ここをやや長く取ること。で、最後のこう、跳ねですね。行書の場合は、上気味に跳ねますね。で、楷書の場合はですね、少し倒して、こんな感じにします。で、楷書の場合のポイントは、ここですね、行書の時よりも、スペース短くですね、ここを広く取ります。で、その代わり最後の跳ねですね、上じゃなくて、ちょっと倒して、こっち気味ですね。にするといいと思います。はい。ではですね、今日は、三髄の上手に見せることですね。三髄はですね、結構簡単なので、パッパッパッとですね、書く方が結構多いので、これをですね、きちんと書いていただくとですね、よりですね、こう、美文字力がアップしますので、ぜひですね、これを参考に、ぜひ、こう、使ってみてください。